今日はこの方と一緒にサーフィンをする約束をしています。フィギュアになるほどのすごいお方です。一応サーフボードは3本持っていきます。楽しみですね。波があったらいいですね。ここはですね、トラミ海岸の目の前にあるサーフガーデンというお店で、名物のビッグサンダルです。ハンバーガー屋さんと、あと中に洋服とか売ってるお店ですね。いつも加納さんの作るコーヒーを飲ませてもらってます。めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。あ、後ろにはかの有名な九州のプロサーファー、菅渡辺さんがいらっしゃおります。ちょっと GoPro で遠いかもしれないです。ちょっと誰が誰だか分かんないかもしれないんですけども、距離感が分かりづらい。はい、じゃあ、おい、この間のフラミンゴのお助けマン役です。ありがとうございました。ありがとうございました。また何かあったら、よろしくお願いいたします。撮れてるんですけど、これ、今そこにも画面あるんだよね。今日家を出てくるときにルミナさんのフィギュアを写して、今日はこの方と一緒にサーフィンする約束をしていますっていう感じで出てきました。やっぱり格闘家といったら肉食というイメージが強いんですけども、やっぱここで、これですか、コブサラダですか、コどうブなんサですラか。ダ美味しいですね、めちゃめちゃ。この結構ボリュームあるもんね、このね。はい、これで定食一人前みたいな感じです、本当に。コブサラダください。コブサラダ、はい、ありがとうございます。僕はジャンキーにアボカドチーズバーガーお願いします。ああ、美味しそうですね。いやー、そうだ。まずそうだね。俺のこっちの全然じゃない。そうだね。はい、秀吉君。はい、今日のお店、ここは何ていうんですか。はい、エビジン店員さんのマリさんでございます。美しいですね。 ありがとうございます。じゃあ食しましょう。あ、よかった。裕次郎君のさっき話、辻裕次郎じゃないですか。ん？辻裕次郎。うん。話して、やっぱやったことあるらしくて、こういう。え、あんの？はい。うん。あ、そう。そしたら、やっぱ難しい。サービスが全然違うから、すぐにはできないよね。言われた？はい。店出て。うわ！うわ！すごいすごいすごい。めっちゃいい波。めっちゃいい波ですか。めっちゃいい波。めっちゃ綺麗ですね。めっちゃいいホイール波。マジですか。もうショートボードにはもう物足りない波だよね。でもロングと、まあ、ロングスポンジ、はい、サップホイール、そういいんじゃない。まだちょっと浅いよ。今日は賑やかですね。結構もう手前から沖まで結構いますね、人が。これも初めてこんなに人いるみたいな。ねえ、なんか賑やかっすね。ずっとこれが向こうに続いてます。川です。じゃあ僕はレールトゥーレールの要素を消して、どうなったらいいですかね。棒みたいになればいいですか。はい、ただそれ骨盤を本当意識して、骨盤、はい、骨盤をもう前にグッとこう、骨盤でもうブレをとにかく防ぐ、はい、うん、もうとにかく水面と板をもうまっすぐ、はい、合わせ続ける。こう入れない。わかりました。こうなった瞬間に逆エッジ。逆エッジ怖い。スノーボードで体験してめちゃめちゃ怖い。そんな感じになるんで。やだ。じゃあ棒になります。棒になって投げるときにはもう、はい、もう前に飛ばして、前に飛ばして自分が後ろですね。そう、自分が前に行ったら危ないんで、はい、ポーンポーンっつって、はい、
わかりました。ただやっぱこのぐらいの波だったら絶対一緒に曲がれることはないから。わかりました。この沖から乗ったらどうした？これ皆さん、この沖、はい、ここから200メートルぐらい上流まで。マジっすか。じゃあとりあえずお願いします。はい、足がつくギリギリのところだね。私はそう、わかりました。もう一人でやってればいいですよね。いや、一緒に、はい、ダメだ、一緒に行きたい。あ、わかりました、はい、まあまあ行こうか。お願いします、はい。もう終わったの、学校は。はい、かっ、
なんとなく立てるようになりました。ありがとうございました。はい、と。ちょっとだけ乗れました。あ、なんかうまそう。いや、最初は乗れないかなと思ったんですけど、だいぶサーフィンとはね、前のめり、違うっすね。サーフィンは後ろ足重心ですけど、基本結構これはだいぶ前ですね。言ってみたらもう7ぐらい、うん、みたいな。じゃないと浮いちゃって危ないです。浮いちゃうのがいけないんで、まずはグッてやるっていうのがいいのかなと思いました。とりあえずね、2本ぐらいなんか乗れた感じだったんで、まあよかったです。ちょっとこれ置き方もわかんないんですよ、本当に。ね、わかりましたよ、この、どうしたらいいのか。重たいし、ここ。よし。フォイルはですね、ぜひ、本当に自分一人やらないでし、ちゃんと指導、してくださる人がいないと危ないことが分かりました。サーフィンとは全く違います。おっこらせ、すごい、俺めちゃめちゃ強そうっすね。ビッグウェーブみたいな、はい、というかそう思うと、あのでかい波これでいってんのすごいね。やばい、やっちゃってる。いやでも多分慣れたら分かるです。多分前のめりから始めて、板が浮いてきたのを抑えながら始めて、徐々にこう上げていってあげればいいんだと、うん、でまた行きそうだったらグッみたいな、こうシーソーゲームだと思う。なるほどね。フォイルは皆さんシーソーゲーム、ありがとうございました。決まりましたね。これ決まりました。思いついたかのようにね。どのくらい続けたらできますか。リオさんとだと3日ぐらいで。本当ですか。ですって。僕のこと知ってますね。嘘ですよ。本当にアドバイスしていただいて、こちらにいました。ありがとうございます。またどっか、この辺で浮いてるかもしれないけど。あ、ぜひ、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ユニエさんにボード返します。ユニエさん、インスタやられてます。やられてます、やられてます。あ、フォローしていいですか。あ、フォローしてください。はい。あとでフォロー。なんて調べればいいですか。秀吉サーフです。はい。フォローしてお願いします。はい。皆さんも秀吉サーフ、フォローお願いします。はい。皆さん、ありがとうございました、今日は。いやでも、よかった。怪我なく飛べたんで、はい、とりあえず。もうおかげさまなんですけど、自分が少し乗れたのは、はい、ファイルも少し、できた気がしますし。そうね、ちょっとね、はい、可能性が見えたよね。このままちょっと続けてみたいと思います。そう、もう続けましょう。はい、で皆さん無理なく。すげえ、やってるよ。やってますよ、こんなとこで浮いてるんですよ。だから怪しいな。200メートルは飛んでんじゃない。だから海外のやつだと、もう10分近く飛ぶから、ね、10分、はい、そんなことできるんですか。はい、だからもうめっちゃトレーニングの、ね、足と心肺機能の、はい、これはね、サーファーのオフトレに、はい、あ、なるほど。もうほんと波なくてもできるから。あ、だってジョン・ジョン・フローレンスとかもやられてますよ、ね、そうそうそう。トム・キャロルとか、あと誰がやってるんですかね。まあ、ゲーミー・オブライエンとかみんなやってますね、多分。そう、結構ね、ハワイアンとかみんなやってるんで。日本だと日本のプロサーファー、はい、日本のプロだと林健太さんとか牧隼人さんがやられてますね。そうそうそう。でもやるときは本当に指導者の、はい、本当ですね、経験者の指導のもと絶対行ってください。一人で絶対始めないでください。わかりました。それだけは注意してください。今日は格闘家の方にサーフィンを教えてもらうという素晴らしい一日でございました。はい、とても楽しかったです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。パチ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 。どうでした。いいですか。僕の今日の初めての、はい、あんた一日で食べた人見たことないです。うれっぴー。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。成功。